いじゃあお願いします何者だろうねまあこの業界に入りも今となってはいろいろ兼任しちらかしてますよ「ランページと「マッシブエグザイルビーハッピーあと長崎市観光大使あと舞台とかもやらせてもらってるし まあいろんなことやりすぎてかまじい状態って感じですなはいまあとにかくやんちゃでしたね調子に乗って小学校の1年生の時にあの夏休みがあってで初めての夏休みだって運動場に遊びに行ったらゴールのポストで1日目から怪我して夏休み棒に振るぐらいな結構タージ系でしたお父さんの影響で、えー、お父さんが営んでいた居酒屋で ヒップホッププホカルチャーだったりラップだったり DJ だったりのカルチャーを学びそしてその後、えー、それをお父さんが、えー、すり込んだ上でいろんなオーディションを受けていろんなダンスコンテストを受けていろんなカルチャーダンスの知識を入れてでその後に EXPG っていう LDH の会社のオーディションを受けて特待生で入りそしてその後に。 いろいろサポートやった後にサポートメンバーっていうジェネレーションのそのサポートメンバーになってその後に PBA パフォーマーバートルオーディションを受けてもともと EXILE さんになりたいっていうのがずっと夢だったんでそれを受けてで落ちたけどザランページになってえ今10年経っているというところでございます自分にとっては家族全体で考えると永遠の挑戦者たちみたいなずっと挑戦し続けてるいろんなものと戦い続けてる やっぱり一番つらかったのはあのコロナの時期かなコロナの時期で RMPG ツアーっていうアリーナツアーが4公演確か4公演で中止になっちゃってそこからコロナです数年あのライブとかもライブオンラインとかでしかできなくなったし直接的なファ,ンファンの皆さんとの交流だったりあと生のライブもできなくなってその期間が結構自分たちはやっぱり。 あのエンターテインメントはコンサートだったりこのライブ感生っていうのがすごく強みだったし主戦場だったんでそれがなくなった瞬間に無力さを感じてうん自分たちの存在意義というか一瞬あれってなっちゃってでもその中でやっぱりいろいろブログとかソーシャルメディアではファンの皆さんとつながってたんでそこでどうにか。 あの会えない間はどうにかつなげないかなっていう思いもあり毎日 TikTok とか投稿するようにしたりメンバーでいろいろ話し合ってあのブログでリレーをやってファンの人にちょっと楽しみをあの作ってあの光を少しでも見せれるようにって活動してた期間まあ光もあり闇もありの期間ですけどうんやっぱあの自分らの生きがいが。 当たたたり前ががななくなっっ時間すすごい辛かったですね、はい、自分らももちろんつらいですけどもっともっとやっぱりあのファンの皆さんもいろいろ仕事だったりあの、まあ、周りがコロナになったり病気になったりとかいろいろしんどいことつらいことがたくさんある中で多分自分らを応援するとかの,その余裕とかあんまない状態だったと思うんですけど。 それでも自分らを応援し続けてあのついてきてくださった皆さんに会えた瞬間をすごいなんかファンの皆さんがこう楽しんでくださっている姿笑顔とかそういう姿を見てるとやっぱりなんか根本にある根の部分がやっぱエ,ンなんかエンターテイナーというか人を楽しませたいっていうなんか。 根っこがあるんでいろんな嫌なことがあってもやっぱステージに立つとあのそのネガティビティが全部なくなってハッピーに変わるのでやっぱり自分が生きる場所はここだなっていうのはすごい感じましたはいまあもともと団結してなかったってわけではないですけどいろんな苦難を乗り越えてきてる16人だからこそ今もう心が一つなのでなかなかやっぱ16人っていう人数って 周りからしたらめちゃくちゃ多い人数だなってやっぱ言われますし自分でも思うんですけど1クラスでもやっぱ40人いたら1クラスの人数ぐらい男子がいるんでその16人の心が1つにいってなかなかならないことだと思うのでそれを気持ちとパフォーマンスに乗せてやったら他に勝るものはないパフォーマンスそしてエンターテイメント生まれるかなと思います。フ、はい、ファァンンののののの皆皆ささんんとの心の距離だだっったたりりが求めてるものだったり あのこの需要と供給じゃないですけどそういうものをしっかり理解しながらうん自己満足にならないってことですかねやっぱりファンの皆さんも絶対いろんなものを抱えながら日々のなんか上司に怒られてちょっとへこんでるとかあと学校テストうまくいかなかったとかあと子育て大変だとかいろいろなんかあると思うんですけどその大変なものを自分たちのエンターテインメントで少しでも吹き飛ばせれるように。 楽しませれるように、やっぱ自分たちはあのエンターテイメントをやってるエンターテイナーなので、そこを重視して自分たちの自己満足にならないように、ファンファースト、あのレイバーズファーストでパフォーマンスできたら、やっぱ成功へのあの道には繋がるのかなと思ってますね。ここでドームを沸かせてお客さんを自分たちの熱で客席沸騰させて、でそれがどんどん伝染してランページで今こういう 感じなんだ勢いあるなっていう雰囲気だったりとかそういうものが身内だけじゃなくてレイバーズだけじゃなくてどんどん広がりを見せないと自分たちの未来っていうのはなかなか広がっていかないのかなと思うので本当に勝負だなっていう感じですねはいどんな2日間にしたいそうだなやっぱ先輩を超えたいですねはい エルデッチ史上。一番やばい、一番沸かしたドームの公演だったねっていう。声を各方面から、あの、浴びれるような公演にはしなきゃいけないと思ってます。はい。どんどん後輩がめちゃくちゃ増えてるので。まあ、自分たちがアリーナ止まりだと、どんどん後ろが詰まっちゃうじゃないですけれども。自分たちは先輩を背中を見て追いかけてきたので。やっぱ、背中を、背中を見せて追いかけてもらうには。やっぱ、自分たちも。 しっかりドームを成功させてランページさんみたいにっていう夢を後輩たちの夢にもなれるようにそしてその見に来てくれた人たち応援してくれてる中の子たちにも、まあ、今学生だったり子供とか子供の子とかいっぱいいると思うんですけど自分たちもそうやって EXILE さんを見て夢を抱いてきたのでそういう夢の循環をできるようにもしなきゃいけないからにはこのドームの成功っていうのはすごくかかってるなと思いますねはい。 結構、これまであのどんなステージでも16人で16人だけでステージをやり続けてきたのでやっぱドームっていう規模感広さはだいぶ変わると思うんですけどやっぱりスローエフィストツアーだったりで1列で拳を掲げてる絵だったり16人で見せてる絵っていうのはやっぱりドームでもやりたいですね1列になって拳掲げてるだったりちょっとアンセム的な部分。 ファンの皆さんと16人で一つになれるような絵はたくさん作りたいなと思いますね。はい